はい、と、ST スタジオ俺が代わりに言っちゃう。あ、もう他の人たちが言う感じになった。お任せしております。お任せしております。ありがとうございます。皆さんお待ちかねの無人島ホラーナイトが本日お送りさせていただくんですけど、新たにね、コメント欄で見つけられた恐怖のホラーナイトを先に紹介していこうと思います、すぐ見つけるんだから。調査班が見つけてくれたやつ、すげえな。調査班が見つけてくれたホラーナイトシリーズ50本ぐらい。50本、計算してみたらもう10分の9ぐらいの動画で声とか入ってる。やばすぎでしょ。ということで1個の動画だけ紹介します。一切ふざけなしで家に子供の霊から怖すぎるものが届けられましたっていう、はい、もう同居 してますっていう紙がもう家に置いてあったんですよ。これやばいか、ガチなんですけど。信じれないでしょう。これも信じなくていいんですけども、ネタすぎるんです。3分17秒に、はい、白い何かが映るそうです。おっ、白い何か。おい、やめろ。何それ。えで、この紙が、えで、この紙が、おー、出た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 。これの正体が何なのかもコメント欄で今んとこ来てないですし、謎なんですけど。この前ちゃんとね、あの紙ドンドンっていう、嘘でしょ、すごい音で飛んでる。この後映らないって意味わかんない。意味わかんない。ずっと映ってるならまだわかる。映っとけばまだ物っぽいのに。ホラーナイト。何続いて8分39にため息らへんが、ため息らへんみたいな。おもろいのがもう絶対信じないだろうな、だからもうネタでいいんじゃねえよ、もうネタっぽく言っちゃっていいんじゃないかって言った動画の、ね、高評価 1.5 万めちゃくちゃ評価されるめっちゃ評価されるこの家だからこそ信じてもらえるという。いやー、信じてくれてありがとうございます。ここまで俺は変な感じもしないけど、どん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 、これはおかしいね。確かに誰もその近いな、誰もカメラバリ近い。ため息ぐらいでも見てる人もびくともしないんですから。免疫がすごい超えちゃってるからさ。なんやなんや、バチバチ言ってる。もう今全然聞こえへんよ。続いて8分58秒声が入ります。うわ、声言ってんのよ。えっ、もうせっ、もうせっ、もうせっ、うわっ、え、今のやばくない？え、さすがに。うわ、ちょっと待って、俺めっちゃ怖かった今。俺めっちゃ怖かった今。めっちゃ怖。俺これやばい。ホラーナイトの動画だから拾った方がいいの絶対、気づいて。そうよ、あえて無視するとかありえないの動画的に。なのにこれ気づいてないっていう事態どうする。いやいや、本当に絶対アップしてから出て入ってる。うん、ああ、はい、ということでちょっとヤバすぎるので早速無人島の僕たちにお渡ししたいと思います。はいはい、皆さんチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは無人島の世界へ、さあ行くぞー。行くぞー。ホラーナイト。おはようございます。おはようございます。おはようございます。Good morning, everyone. 深夜1時です。深夜1時。やばくないですか？いや、マジで。おお、殴るやん。めっちゃ拳じゃん。ホラーナイトですよ。誰がホラーナイトだ。やめろ。叫ぶな、怖いから。完全にもうあれだ。ホーンテッドマンションのモブキャラだ。この無人島、いわくつきの噂がありまして。噂って言ってたのがもう相当やばい噂なんでしょ。偽装もありますし、マジで言ってる。最終関門に井戸があるんです。マジで言ってる。やばい、本当にやばいらしいんです。え、ガチなやつじゃん。ガチなやつなんです。井戸ってだってホラー界の醍醐味でしょ。はい、ということでそちらをね、皆さん楽しみにしてると思います。うわ、今から回っていきたいと思います。うわ、マジか。バスガイド紹介します。バスガイド、バスガイドさん、お願いします。どうもー、バスガイドのマンペイでーす。どうもー、りょうすけでーす。ここの県明るい。明るい。この県に寒いな。あのさ、苦笑いみたいなやめてもらっていい？今回、ホラーナイトツアーガイドっていうことでね、そうやな、参加させてもらってるんで。いやー、ぜひよろしくお願いします。この島をもう仕切ってるらしいんで。そうね、牛耳ってると。正午から住んでる、ここ。そうやな。おー、これは小3から住んでるけどな。うわー、張り合い出したー。滑ってる。まあ、怪奇現象起きるかもしれないので、皆さん体にはお気をつけて。いや、ちょっと本当に消えしっかり持たないとやばいやつ。本当に井戸とかマジでやばいと思うんで。
じゃあ出発しますよ。出発だ。カーボン。お前これお化け屋敷やん。これお化け屋敷やな。ライディングショットオン。オン。オン。お化け屋敷やんて可愛いこと言って。お化け屋敷やんて可愛いこと言ってんて可愛いこと言って。なんで無人になったのかっていうところだよね。もともと無人。いや、それが甘いんすよ。甘いよ。じゃあなんで井戸あったのって話だよ。そうですよ。生活の痕跡があるの。なんで俺攻められてんの。この感じあれじゃない、はい、高校野球の冬合宿みたいな。ここランニングで朝4時からもう走らせる。うっす。野球いやいや明るいけど雰囲気やばいから。やばいから。だってもう1メートル先も見えねえもん。マジ見えない。本当に見えへん。見えへん。もうちょっとね地蔵さんが見えてきますね。やばいっすよ。肝試しでこれ最後一人で地蔵のとこまで行くっていうゲームや。それだけはやばい。それだけはやばい。目の前注目してください。今光りましたよ一瞬。マジで何が今光りましたよ。レオ君の後ろ。マジで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 言ってる。早速シュッて一瞬光りました。マジでこれがね、そうですね。なんでなんで何これ何地蔵。ガチモンガチモンや。なんで1個だけめっちゃポツンってあんの、こんな端っこに。確かに。どういうことなんだろう。小3からいる設定でも分からない。小3の頃からあったよ、これはもう。何年とかでも書いてないの。いやまあそれあんま深いですと怖いんだ。地蔵はこんな感じで。光が気になるぞ、俺。俺も光、そう、この辺地蔵が光ったん。いや違うす、この辺。マジ地面に。また連れてきてんじゃん。やばいんじゃない。あるよ、あるよ、それ。井戸とか絶対やばい。これね、何百倍ですか。ちょうど500倍やな。500倍、ちょうど500。うわ、なんかこういう話してくださいよ。怖い話する。はい。俺が小5の時にずっと教会の前でおばあちゃんが悪の十字架、悪の十字架ってずっとおばあちゃんが言っとってん。はい。めっちゃ怖かったよ。で、牧師さんも怖かったらしくて、牧師さんがおばあちゃんなんて言ってんのってちょっと気になって聞きに行ったらしい。おばあちゃんずっと近く行っても悪の十字架、悪の十字架ってずっと言ってんね。おばあちゃんどうしたんすか、なんて言ってんすかって言ったら悪の十字架ってずっと聞いてて。で悪の十字架と悪の十字架って言ってで、で、で、からね、からのからそのおばあちゃんが亡くなってん。で、そのおばあちゃんの旦那さんがおんねんけど、はい、その旦那さんが俺の親戚やったっていう。帰るわ。だいぶ進んでまいりましたけれども、そろそろ井戸が見えるんじゃないでしょうか。井戸は本当にやばいよ。え、もう本当に雰囲気ゴリゴリっすか。ゴリゴリ入っちゃいけない感じ。え、こんなとこ通る。え、なんだ、大丈夫。マジ本当に大丈夫。これやばくない。この辺からちょっと注意した方がいい。マジでやばい、この辺から。やばいっす。マジでやばい。ちょっとじゃあみんな止まって。マジで注意した方がいい。マジでやばい。え、ちょっと本当に。もう今目の前にあれや見えております。うわ。え、マジモン。え、マジモン。ナイス。さあ消え。あ、移動。組める、組めるんすか。組めるんだ。一応使えるのか、まだ。いや、飲めるような水ではない。でもこれ、井戸なんすか。これ井戸やで。井戸やな。もう下埋まってません。もう長い間使われなすぎてゴミが溜まってんだよって感じか。でも実際ここの島で使われてる水、井戸水らしくて、ここは多分使われてたよ。あ、そうなんですね。奥も行けんじゃん。行けるか。あ、無理だ。蜘蛛の巣ガリガリ。蜘蛛の巣やばいです。はい、ということで無人島ホラーナイトでした。恐ろしいね、なんか邪悪な雰囲気あったよね。やばい雰囲気だったな。なんかマジなんか変な汗かくな、うん、なんか仏像俺気になりすぎて。そう、あと背の光、確かに、ね、あの光何。まあちょっと声とか入っていたらまたコメント欄で教えてください。お願いします。お願いします。
ということで次のホラーナイトでお会いしましょう。バイビーバイビー。しょうもない、一切不正。俺めっちゃ怖かったよ。もう絶対やんて、かわいいこと言って好きになって信じたってどうせ恋なんてこの一歩が踏み出せない自分が許せない。